県などは今日女川原発で去年起きた燃料プールにボルト類が落下したトラブルへの対応などを確認するため原発の立ち入り調査を行いました調査は安全協定に基づき県と立地自治体の女川町石巻市のほか原発から3 0キロ圏内の5つの市と町の担当者も立ち会って行われました調査では、 去年2月から5月にかけて発生した地震の影響で3号機原子炉建屋の使用済み燃料プールに落下した点検用の足場のボルトや金属片などについて東北電力からこれまでに発見された落下物は回収が完了したことやいまだ発見できていない落下物があるもののクレーンなどの使用設備や燃料には影響がないという説明を受けました。 今後もです、ね、継続してやはりそのいろんな可能性を探っていただいてあの最悪の事象を避けていただくということで点検、まあ、確認、まあ、継続してやっていただきたいというふうに思っておりますこのほか去年発生した1号機の建屋にあるタンクで硫化水素が発生したトラブルについて硫化水素の発生源であるタンク内の汚泥の除去手順などについても確認しました。